ボーイズ&メンの皆さん、お疲れ様でございます。お疲れ様です。横に編集長もいます。はい、出してください。編集長、はい、できました。見せてあげようよ。すごいね。いやー嬉しい。できた。2だよ、2。はい、ボーイメンウォーカー2の表紙は仕上がりました。いやーマジで白学ランなんで青字だからちょっと爽やかだね。爽やかだし、学ランっていう感じじゃなくて結構爽やかな男の子たちって感じだね。いいね。ボーイメンウォーカー2の告知だけじゃないんです。え、そうなんですか。はい、47都道府県ツアー始まるじゃないですか。はい、僕ら東海ウォーカー並びに全国ウォーカーがですね、はい、全国ウォーカーバックアップする企画をご用意させてもらいました。おー、マジですげえか。全国ウォーカー、実は皆さんの横にはパネルが2枚ございます。見るなって言われてずっと見るなって言われてます、はい、47都道府県ツアー47カ所で配られるチラシの紙面となっております。おー、はい、東京ウォーカーと横浜ウォーカーと東海ウォーカーにこの紙面が出ます。で、ツアーの情報もちゃんと紹介してます。うわー、すげー。あとは3月7日の、関西ウォーカーには、多分2ページで。おー、すごい。見ていい？見ていいですか？いいですか？まずは、乗っとる。そうです、ね。本当じゃん。そうです。はい、あ、なるほどね。このボイメンウォーカーもしっかり全国の人にこうやって見てもらえるわけ。そうです。ジャストマリー、俺だ。おお、いいな。ちょっといいな、大将。つ、あ、土田。おお、来た。吉田とケント。おお、来た来た来た。やったぜ。やったぜ。47都道府県ツアーの概要を。一覧表にまとめて、いやね、はい、1ページにまとめて、ありがとうございます。ね、これがもう全国のウォーカーさんに乗る、はい、乗ります。うわー、めっちゃいいよ。ちゃんと会場とメンバーが、ね、時間も込みで書いてあるから、これ、ね、興味持ってくれないから気が付いわけよ。ありがたい。はい、先ほど編集長が伝えてくれた各、うん、エリアウォーカーでの告知紙面は、実はうちのスタッフが頑張りまして、うん、近隣のライブ情報をちょっとフォーカスしたようなコーナーも実はできております。素晴らしい、ありがとうございます。ありがてえ。すげえ。はい。そのような告知紙面でございます。ありがとうございます。はい、すごい、すごい。すごい、すごい。はい。すごいね。ただその告知紙面だけじゃ面白くないんじゃないかということで、思いつきではありますが、神がかった企画をご用意させてもらいます。思いつきで。そんなん地味に言っちゃって。すいません、本当にこれ神がかっております。何？すごい死んだ。そちらのタイトルを編集長から。はい。あなたの一票で決まる、ボイメン国取り合戦。ん？国取り合戦。国取り合戦。こちらご覧ください。どうぞご覧ください。どうも。何これ、すごい、無情になってるよ。47都道府県、全国回るんであれば、みんなで国を取り合おうじゃないかと。そのような企画でございます。はあ、どうやって、どうやって。はい。例えば、北海道のライブがございました。はい。そのライブに参加される方の中で、どのメンバーのパフォーマンスが良かったか、というのを、そのライブが行われた日限定で、アンケートをウォーカーが47人全部取ります。すごい。全部お客さんに、はい。うわ、そういうシステムをちょっと聞かせてもらいました。例えば北海道の中で一番良かったのが、まあ、俊介君だったら北海道は俊介君の陣地ってこと。そういうことです。強っ。北海道取ったらでかいぞ。いや、大きさ関係あります。大きさ関係ない。まだそれは分かんない。あ、関係ない。そのルールは、まだ飲んでる最初でございます、はい、でも、はい、そうなると、はい、田村すごい行くじゃん。こいつめっちゃ行く。はい、僕35件行きます。そんな行くんですね。はい、俺ちょっと有利ですよね。有利すぎるよな。だって16とか半分だもんね。俺も20。お前全部取ったとしても多分勝てへんよ。多分、多分そんな。パフォーマンスに自信なし。その辺とかは、その辺とかは、まあ、またはい、これから議論させてもらいます、はい、でまずそう言って、一個ずつやっていける。お客さんも参加して盛り上げる。そうなんです、はい、そうなんです。ただこの、企画
1位になった方には、おもちろん、お卵かけご飯ですか、はい、それは、絶対いいですよ。違うね。はい、すげえうまい卵かけ。はい。1位になった方へのご褒美。おー、なんすか。はい。大将軍という称号を、わぁさせてもらおうと思ってます。よーし、ちょっともうトレイヤー俺。いや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 、もうトレイヤー大将軍。大将軍になった場合、どうなるんですか。お前、すごいぞ、大将軍。これからずっと大将軍って呼んでもらえるんですか。大将軍になった方には、我々、東海ウォーカーが、一日、おもてなしをさせていただきます。大将軍だから。はい。将軍様のやりたいことを、すべて叶います。マジで、やりたいやりたい。ってことはもう命令してもいいってことですか。はい。だし、こういう企画やりたいって言ったら、いや、本当にやらせてもらいますか。はい。うわ、マジでやりたい、それ。うわー、すげえ。そして、その一日、密着させていただいた内容を、もしも、彼が、殿だったら、訳して、もし殿としてですね、紙面の方、あとウェブの方で。うわ、マジでやりたい。はい、いや、マジでこれ、国取りに来た。はい、ね、どうしたらいい、マジで。はい、大将軍になりたい。独占できるってことですよね。そういうことです。うわ、はい、いつもの連載ページの対抗に、もし殿という、番外編を。いいの、あれ。なんで、何でできるんでしょう、はい、大将軍になられた方とそれはしっかりと打ち合わせをさせていただいて、それはおなごも用意していただけるのか、これはまだ大将軍じゃん、はい、口調なとこになっちゃって、はい、なっちゃってそれもあの打ち合わせさせてください、はい、まあ、言えば言えば、はい、いやでも、はい、確実に編集長が来てくださるんだから、はい、俺はそれで満足だけどね、さすが本人殿ね、あれと思います、ちょっと今のマイナスポイントです。逆にね、逆にいじってますもんね。その投票してもらう人は、推し面じゃなくて、あくまでその時のパフォーマンスがすごい心打たれたっていう人に投票してほしい。それはもう難しいっすよ、ね。それはもう大事。それは大事ですよね。そこが一番大事。確かに、ね。ここはね、じゃあその方が平等性があってね、俺も助かりますけど。はい、そうなんです。とにかく平等性をうまく引きたいなと考えてる方、ね、はい。確かに神がかってますね。はい。神がかってますね。なかなか面白い企画だよね。ありがとうございます。そう言っていただいて。ね、辻元殿。おぉ、苦しゅうないです。まだ、足軽だからね、自分。あ、俺。国取ってねえんだから。あ、そっか。このような企画も含め、ボーイズ&メンの、47都道府県ツアーを応援させていただこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん。